皆様こんばんは。シマークインスタライブパッションライブの時間です。今日もよろしくお願いします。先日ご紹介しましたあのハートのニット、たくさん の, かあのお客様に、気に入っていただけて本当にありがとうございます。で、一つあのお客様からいただいたご質問で、あの私がブログとか動画でご紹介しきれてなかったところがありましたので、そちらを先にご案内したいと思います。ですね、一番いい見本じゃないの、あなたが合わせて見てもらえばいいじゃん。そうでしたね、すいません。お客様からこのハートのもじゃもじゃしたところがあの抜けたりしませんかっていうあのご質問をいただいたんですね。で、私そこのところちょっとご案内しきれてなかったんですけど、ここはあのもうこういう風になった素材を使っていますので、あの引っ張っても早々は抜けません。なのであの大丈夫なので、そこのところご安心ください。1点ずつ君紹介して。で、ですね、ハートのニット、一番人気がこの黒にピンクのハートです。こちらも残りが 1,2 点ぐらいになってまして、ぜひあの気になってましたらお早めにです。全体に正直あのミックス調のハートが一番人気ですね。このミックスハートがあの特に人気です。座ってでとアップでハート、あとこちらの白にグリーン系のハート、こちらもすごくご好評いただいてます。もう本当にあのなんか綿のカットソーを着てるような感覚で着れるニットになるので、こう T シャツといったら大げさなんですけど、もうそういう感じでお洋服との合わせがいい、トップスになっていると思います。はい、色違い、はい、色違い、赤にベージュ。そう、今日はパッションというよりモッコライブだね、この時間は。ちょっとあの乗っ取り、そう乗っ取りで、そう乗っ取られた乗っ取られてます。そうパッションさんがまだ登場してないという、そう乗っ取られ、乗っ取られてます。15分ぐらいアピールしてもう死ぬほど気に入ってんだから。そうで白に白、これも評判いいですね。そうですね、うん、なんかあの着るとこの白がこう上品に浮き立つので、うん、それがすごくこう着ていてかっこいいんですよね。アップアップ、なんとなんと女王園子までこの白を着たいとか言って今日買ってましたよ。そう、宮部さんが白に白を着てくださることになりました。怖いでしょ、女王がこのハートですよ。でも宮部さんが着て、あ、今日あのブログ用に写真も撮ったんですけど、全然雨雨にならないんですよね、うん、なので、ね、形もすごく良いので、はい、気に入っていただけました。白に白っていうのはね、うちのジーナの提案ですね。そうなんです、ジーナさんが色選びの時に、うん、白に白どうっていう、そうジーナ派手で存在感ありありなのに、これはなぜかベーシック白に白だ、白に白、うん、白にね銀とか金とか言いそうだよね、やつが。そんななのになんか可愛いのね。そうレディーしてますね、ジーナ。そうレディーしてます、うん、でもすごくね、白に白っていう発想、うん、意外にパッションもモッコもなかったんですよ。なかった、なんかこ う, そうどこか目立ちたいみたいなのがあるのか、うん、見て見て私をって言ってて、そうそうそう白に白、白に白。そんなその子とジーナのお気に入りですね。白に白です。はい、他の色、他の色はブルーに白のハートです。じゃじゃーん、これもまだ正直他の色に比べて人気薄いんですけど、あの着るともうすっごく綺麗なブルーなので、うんうん、なんかおすすめしたいんですけど、ね、で見てくださいね、今日わざわざスウェードのショートパンツを履いてきていただいてます。はい、なぜだ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 、なぜ、なぜじゃないだろう、素材感、素材感を、うん、これは綿とウールといろいろ混合なんですけど、やっぱりこう少し厚みが若干ありながら、まあ基本的に天然素材感満載なので、これに
つるんとした生地を合わせると非常にやぼったくなるので、少し表面にあの効果、表面効果、少し毛毛したりとかデニム系、その辺の合わせが最高にいいと思いましたので、 あえてスウェードのショートパンツ履いてきてねって言ったら、まぐれでこんなに決まってます。はい、はい、この長さはともかく、はい、スウェード系、あとウール系、うん、あとデニムはもう 100% 全部合いますね、これは。それと、なんだ、頭が今日回らなくてすいません。ちょっと合皮とか、そう、あのちょっと硬いっていうか、少しね、張りがある、そう、下につるんと落ちる素材のものは合わせをあのやめてほしいんですね、うん、ちょっと水っぽくなります、トロントロンとか、ね、はい、あのそう、昭和のバスエの水商売風の感じになりますね。テロテロはダメってことですね。ダメですね、はい、なるほど。ちょっと張りがあるものの方がニットとの合わせがすごくいい、ね、そうです、そうです、うん、ウールのツイード系の感じもすごく合わせが良くて、ちょっとそのまま待っててね、柄はともかくこの辺のね、ツイードタイプのもので合わせていいし、無地のもので合わせるとさらに一段と効果は上がります、うんうん、で見本がちょっとね、木工が良すぎるんですけど、今日はマネキンに勝ってますね。ありがとうございます。そして黒に白のハートです。黒に白のハート、いかがですかね、これもいいですよね、うん、です。あえてモッコにモデルになってもらって、はい、この感じで全7色、はい、一番人気は今あれか、黒にピンク、どこだ、そんなか、あそこ、はいはい、一番人気、断然人気ですね、もうなくなってきましたね、うん、多分あと 1,2 枚ですね、はいはい、各色11枚ずつね作ってもらったんですけど、もうなさそうな、うん、もうちょい、はい、一気になくなりそうですね、これはね、あと 1,2 枚か。でもこのニットって、うん、本当にどれ選んでも間違いないですよね、うん、皆さんそれだけに悩むんですけどね、もっこなんか7色全部買って毎日着替えたいって、そう、月曜日から日曜日まで行けるっていう話になってハートな女毎日ハートな女です、うん、ブリブリにも行けて、ちょっと辛口の方にも行ける、そう、そんな便利な、うん、ニットですね。でちょっとジャケットをその上から羽織ってもらいましょう。あ、いいんですか、はい、これに関してはね、マネキン使うよりはモッコが着た方が可愛い。そう、このニットやっぱ着てる方が可愛いですね、うん、どうですか、このジャケット可愛いでしょね。っていうかかっこよくないですか、これちょっとね、自分であなた見てないでしょ、見てない、見なさいよ、あ、かわいいんですね。かわいいでしょ。この分量感が、はい、なんとも言えない。どうですか？ちょっと私が見てみましょう。あ、ね、うん、いい感じ。ね、コメント少ないね。ちょっとごめんなさいね。携帯いただいた方がいいかな。うんうん。はい。このコートは、はい、インポートのコートで。はい、うん。あ、ハートのバリエーションが可愛いですよ ね。今回このミックスを使ったっていうのが結構ポイントっていうか、味噌よね、こんなのがあるんだって感じですよね、うん、そうです、そうです、ありがとうございます、はい、この全体の雰囲気もちょっといいと思いませんでしょうか、うん、これにこちらはコートはお色違いがもう一色あります。ちょっと玉虫っぽい感じで、はい、綿なんですけどね、そう、綿100なんだけれども、ちょっといい雰囲気です。あ、コートと色味がバッチリです。でしょ、かわいいです、ありがとうございます。すごくいいでしょ、ね、この分量感も見てくださいね、ほら、テントラインなんです、ね、はい、ボレロとかそういう感じじゃないですよ、うん、テントラインの、スーパーテントラインのショートコート、すごい面白いですよね、はい、これおすすめですね。今ショートパンツで合わせてますけど、細身のパンツで合わせたりするとものすごくかっこいいです。はい、はい、お色違いをちょっと着てみてください。いいですか、はい、このニットはデニムに相性すっごくいいので、いいですね、綿のコートとね、デニムでもちろんいいですし、はい、ちなみに今日のテーマはショートブーツ、ロングブーツをいろいろコーディネートする、見てください、モッコの足元、レースアップのショートブーツですね、仕込んでます、はい、こんな感じですよ。入荷
かしまして、やっぱり待ってたよっていう感じでお越しくださるお客様が多くて、うんうん、ぜひ今年レースアップのブーツ履いていただきたいです、うんうん、ですよね、はい、この感じどうでしょう、どうでしょう、カーキ、これすごいいいカーキなんですよ、うんうん、あ、これもいい感じね、で今ちょっと生めかしい感じで足元普通のパンストなんですけど、若干季節温度によってちょっとずつちょっとずつ色を変えていけばそうですね、いいんじゃないかと、うん、最終的には黒のね、はい、タイツ履いてもらえればバッチ、ショートパンツがあんまり参考になるって方は少ないと思うんですけど、はいはい、これタイトスカートで全然いいので、はいはい、タイトスカートとかあともうタイツとか履いて、うん、そうですね、はい、はい、そんな感じでしょうかね、もっこちゃん。本当にいい感じ、いい色合いです。で、このコート、ショートブーツ、ロングブーツがテーマなんだけど、このコートいいね。このコートいいですよね。うん、入りたてです。皆さん見てください。この分量感。面白いんですよ。おしゃれでしょう、うん。がっつりおすすめですね、これ。ちなみにいくらだろう。69,000円です。69,000円、ちょっとしますね。ちょっとしますけど、いい面ですよ。ね。ラインが綺麗だし。あと、おしゃれ。おしゃれですね、うん。ウエストで絞ることもできるんですが、うん、絞らないで来てほしい、うん。本当です。テントラインを楽しみたいですね。そうです、そうです。このまんまの感じね。で、ちょっとこう。あ、ブーツはロングもショートも最高です。ありがとうございます。本当にね。嬉しい。感じになります。はい、で袖口もこれは絞れないか。ここで一応そうだね、中でね。絞れるんですよね。はい、中で絞れなかった。中では絞れない、うん。この感じちょっと。こんな感じになります。鏡見てみて。ここでこうなって、はい、ここで絞りが入ってます。はい、ちょっとおしゃれね、はい、かっこいい。このまんまの感じでもいいですね。ハートが消えちゃうけどね、この着こなしのハートが消えてる。そう、おめえハートのない女なのか。心が大事だよ。あるよ。あ、ないよ。あ、じゃあ、あるよ。あったね。ちょっとかすれたハートですけどね。いかがでしょう、この感じね、はい、とってもいいと思います。要するに勢いで履くっていうよりはやっぱりこう、うん、履き方合わせ方でいろいろ楽しめるんだけれど、うん、一つだけむしろこれから今見ていただきますけど、うん、何でも合わせればいいっていうよりいつも言うように足元のショートブーツ、ロングブーツに合うようなタイプのスカート、うん、ワンピースっていう風に、うん、見ていただくと買い方とか見方も変わってくると思うので、うんうん、まあ見てください、うん、あ、去年はロング買いました、今年はショートも買おうかなって。サイズがいくつ？サイズは23から25まで 0.5 センチ刻みであります。ぜひちょっとサイズ掛けしてきてるものもあるのでお早めにご検討ください。ちょっと辛口コーディネートのモッチーさんいけてる、イエイ。スタンドにするとかっこいいですよね、これ。この感じね、バッチリいいですよ ね。その感じで脱いだらハートです、うん、ちょっと違う感じをちょっと一つ着てもらっていいでしょうかね。今薄手のショートコート、ロングコートもバッチリ揃ってますからね。そうですね、はい、なんか軽い羽織がちょっと揃ってきましたね、はい、あくまでもショートブーツのコーディネートですからね。今はショートブーツのコーディネートです。コートいろいろ着てもらったりハートを見せてますけど、あくまでもショートブーツ、コートじゃないんですよね。そうそうそう。こちらもテントラインの秋のコートになります。こちらもテントラインなんです。どうでしょう、超ロング、ロングもかっこいい ね。で、またバッグ持ってみて。こちらがいかがでしょうかね、はい、今日はあ、かわいい、うん、パッションライブというよりもモッコライブをご覧いただいておりますね。ね、うん、このコートはお値頃なんですよね、はい、あ、
それ言ってほしいですよね。いくらだっけ。19,800円。いくらだっけ。19,800円。いくら。らしいです。めちゃくちゃお買い得ですね。めちゃくちゃお買い得ですよね、はい、これなんてこんなにいいみたいな。あ、ロングコートとショートブーツのバランスグッドですよね。この感じですね。狙いです。狙いです。はい、ちょっと待って。なんかあの子が背そんな私背が高いわけじゃないんですけど、ここの切り替えがちょっと高めにあるので、うん、ロングでもウエストの位置が高くなってものすごくすっきりしたあのラインになります、うん、スーッとしますよね、うんうん、このバランスいいでしょね。はい、はい、じゃあお色違い来てもらいます。あれなんか今日ってコートの紹介でしたっけ。いや、ショートブーツよ。ショートブーツを生かす着方ということでね。あくまでショートブーツを生かした着方です。はい、はい、うん、あら、いいじゃないの、のっこちゃん。いいですか、うん、この広がり感もね。ねえ、かっこいいですよね、うん、全体的に大分量をバフっていう感じで着流す感じもいいですね、うん、この感じ、この感じ。あとこれここにゴムが入ってるから、はい、いい感じに止まるんですよね。優れもんですね。優れものですよね。いや、ちなみにこれっていくら。高そう。19,800円。そうらしいですよ。耳の前だから。あ、そうか。聞こえてない。こうかな。聞こえてないから。こうかな。あ、そう。で、この感じですね。はい、めちゃめちゃいいですよね、うん、ちょっとおすすめのコーディネート。何色がありますか。あとこれね、もう一色タカタってきた。タカタって、うん、お値段もかわいい。うっそー、何色がありますか。あとね、黒があります。3色これコンですね。コン、うん、最初来たのは何色でしたっけ。これだよ。君のとこ2色しか入ってない。あ、3色もう1色出してない、うん、出してない。ちょっとペッパって言っておいて、はい、ちょっと待ってください。今モッコがもう1色取りに行きます。これスーパーおすすめなのでね、ぜひ見ていただきたいと。ちょっとお待ちください。おーい、はーい、遅い、はーい、待ってって言わないんか。待って、黒じゃなかった。こっちここが黒でしたね。ここかネイビー、これネイビー、はい、ここがネイビーに、ここがカーキの配色になります。はい、はい、ついでにこれ貼ってみます。これいいね。あれ、今日ってコートの紹介でしたっけ。そうです、はい、もうコートになって、いやいや、あくまでもショートブーツが生きるコーディネートですね。はい、あくまでショートブーツの回ですか、はいはい、この感じで、まあスニーカーもよろしいかと思いますが、やっぱりショートブーツでしょう、うん、そろそろショートブーツオンリーで攻めていただいてもいいかなと思いますね。そうですね。ほら見てください。話がね、あのモッコがちょっと素敵に、おしゃれに、都会的に見えませんか。まるで。あなたどう見ても沼津の子よ、普段は。どう頑張ったって沼津。沼津は。漁港の。沼津おかしい。してない。漁港の娘って感じでしょ。でもこのショートブーツを履く、そう。ぷわーって、あ、エビの匂いもする。あ、日高屋のエビラーメンばっかり食べてきた。はい、ひどい。見てください。ショートブーツを履いてるから、沼津の子が東京の目白の女性になっちゃう。まるで。まるで。まるで。なんちゃって目白。そう。なんちゃって目白も足元ショートブーツからですね。そうです。これやっぱショートブーツが効いてる。うん、はい。はい、なんせ前半戦ジャパネットシマーク高田じゃない、ジャパネット中島、ジャパネット中島、ジャパネットパッション、はい、はい、ジャパネット言っております。本当です。でもあくまでも主役はショートブーツですね、うん、ショートブーツです。はい、この感じを見ていただきました。はい、ショートブーツがあるから生きるコーディネートです、うん、そうですね。ここに置いた意味がない。モッコちゃんがこれの代わりをしちゃった。そうですね、乗っ取っちゃいましたね。乗っ取られましたね。ちょっとお待ちくださいね、はい、それで今ショートブーツ履いてますが、これはこのね、あのショートパンツはハーフパンツで、七分丈のパンツとかも合わせていただくとおしゃれだと思います、うん、かなり短めのショートパンツをモッコ履いてますけど、うん、この長さがタイトでイメージしていただいてもこう来ますね、うんうん、ここまで来ても大丈夫ですね。そうですよ。その感じで合わせていただくとか、
今年うちの女王はロングブーツにちょっと短めのスカートで行くってもう宣言されてたから、皆様もぜひそれに続いていただきたいです。今日帰ってから腹筋やるんじゃない、女王ね。あ、帰ってから腹筋なんてぜひそんな女王のコーディネートも今後ご紹介していきたいなと思います。ね、一人で騒いでおりましたけどね。そうですね、じゃあこちら、ね、うん、はい、そんな感じで、はい、まず、はい、ハートのニットのご紹介でした。違うでしょ、ショートブーツでしょ。あ、ショートブーツのご紹介でした。はい、ちょっとこれ間違えちゃった、ね、かけて、でこちらにこのマネキンさん登場した意味があまりなかったですが、モッコに乗っ取られましたですね。はい、何点ずつあるんですか。2点ずつしかないです。2点ずつです。まだ出してませんけど、ぼちぼち出します、売り場でね。そうですね、これは何かおすすめしたいものですね。かかとがとにかくすごいでしょ。かかとがすごいです。かかとじゃない、価格がすごい。ちょっと待ってくださいね、喉が渇く。喉渇きますね、はい、今日ちょっとごめんなさい。水分補給してください。よいしょ。いやもう秋冬ほんといいのがいっぱい入ってまして、はい、普通のタイトにショートブーツを合わせてみました、はい、この感じのスカートだと普通はまあ綺麗に靴を履きたいかな、パンプスとかね、ローファーとか。ああ、そうですね、エレガントなスカートですよね、うん、エレガントにきちっと合わせたいんだけれども、ショートブーツを履くことによってこれがちょっとこう本来のイメージと違う雰囲気になるんじゃないかと、うん、またそれがいいですよね。はい、そうなの、親近感が湧くというか。そう、こうやるだけでなんか普通の綺麗なファッションがちょっとこうモード感たっぷりに入ってくるんじゃなかろうかと、うんうんうん、この仕込みの理由は後で見てほしいんですけど。仕込みの理由があるんですね。いえいえ、単純に同じ柄のワンピースもあるんですけど、うんうんうん、ワンピースを合わせた時にこういう下にトロンって落ちるような素材、あるいはこれから着せますけどシフォン系の柔らかい素材に足元がっつり持ってくると余計女らしさが増しますね。そうするとやっぱり、はい、ブーツなんですよ、必要になりますね、はい。これでちょっと足元華奢な感じで合わせてると古い、あ、ちょっと昭和な感じ、あ、ちょっと平成の頭前半のイメージ、あ、やっぱりほら、やっぱり沼津から目白に来た女は足元をこういう感じでパンプス履いちゃダメよ。あ、ダメよ、わかりましたみたいな感じでちょっと頑張りすぎちゃう感じがするんですね。っていうか、なんか綺麗にエレガントに着たいっていう感じの服になると、うん、足元も綺麗にしたくなるのよ。うんうん、わかります。それだとやっぱりちょっと古い、あ、がっつりすることによって、うん、より女らしさは増すと思います、うんうんうん、洗練された感じになる、うんうんうん、これを変に間違うとやばいけどね、うんうんうん、やっぱりこうがっつりでもこういうフェイスの綺麗な、あ、確かにちょっとがっつりでも可愛いブーツだとちょっと違っちゃう感じになりますよね。でごっつすぎてもダメ。そうですね、何が大事ですか。このショートブーツがいいのよ。ピンポイント、そう、ピンポイント、ピンポイント、オールマイティーですよ。確かにオールマイティー、あの2回言った、はい、これちょっと着て、このレースアップって、うん、なんか私も今まで割とちょっとごつくなるイメージあったんですけど、うん、シマークのこのロングもショートも全然こうレースアップのごつさがないんですよね。そうです。で、まあちょっとねショートブーツメインなんですが、こういうちゃんとした感じの綺麗めの格好に、うん、合わせていただくと綺麗さもまた楽しめるかなと、うんうん、従来の着こなし、あ、私はもうそういう去年このタイプ買って
そういう着こなししてるわっていう人はグッド、うんうん、目白な女、うんうん、沼津から出てきてる20年って感じね。ちょちょちょ沼津、はい、沼津をバカにしない。してない。こっちはフライガールのブラウス。ブラウス、はい、フライガールのブラウスになります。はい、裏地がついてますね。そうなんです、ね、裏地カットソーの裏地ついてるんですよね、はい、違う意味で安心感があるのと気楽に着れますね、うん、洗濯機で洗えるのと、うん、でこちらご覧ください。オイル違いで合わせても綺麗でしょ。あ、綺麗です ね。ちなみにスカートはマークケインのスカートですね、はい、そうです。ちょっとこうスポーティーな素材感のプリントのスカートになります。はい、でお色違いがあと黒もありますね。はい、黒もあります、はい、で同じフライガールの、うん、このブラウスはちょっとよく売れてます。皆さんご注目です、うん、かっこいいです。俗にオフタートルで、うん、ウレッセンってやつですね。そうですね、とてもとても評判いいです。評判いいですね、はい、今白が切れてますけれど必要とあらば取り寄せもできます黒、ほら、うん、あ、かっこいい。綺麗ですよね。この丈のタイトスカートを履いた時に、はいはい、ショートブーツを履いた時とロングとって結構イメージ変わるんですけど、そうそう、特に私ぐらいの背だと結構バランス難しいんですけど、うん、そこの見極めってどうしてます？何を言うの、簡単じゃないの。両方買っとけばいい。なるほど。もうどうしたのよ。どっち合わせようかって迷うわけでしょ。両方買っとけばいいじゃないでしょうか。なるほど。何の問題もございません。あ、はい、あ、そういうことですよ。いや、今日もちょっとお客様と、はい、今日ロングをお求めくださったお客様と、はい、ショートと履き比べて、はい、お手持ちのスカートとかにもうどっちが合うかで話で、はい、うんうん、どっちもいけるんだけど、うん、ショートの見た目とロングを履いた時の見た目って全然違うんで、まあね、迷ったんですよね。両方買っていただければいいんじゃないかと思います。パッコちょっと元気になってきました。ほら、内股になってきましたわよ。あ、内股になってきた、はい、元気印。そう、内股がパッコの元気とノリノリのバロメーターです。パッコの元気なんかどうでもいいって感じもしますけど、でこれにね、あの綺麗めのコートとかジャケットを合わせるとまたちょっとつまんない。はい、いかにもになっちゃうってことですか。いかにもっていうか、あのこれにパンプスを履くようなもん。あら、着こなして。じゃあどんなコート？さっき着せてた。もうデキレースっぽいな話。できてませんよね、会話はね。どんなバタバタしてましたよ、はい、あ、スカートにいろんな色が入ってるから意外と上もいろいろ合いそう。合います。ですよね、はい。あとね、よくほらここの一色を持ってくればいいとか言うけど、こういう場合は柄の感じが強いのと黒がベースなので、無地だったら何色も選ばない。まあこれに青は嫌だけど、感覚的な部分でね、うんうん、ここに色があるから上に一色持ってくればいいとか一般的に言うけど、そういう観念は捨てちゃっていいと思います。あ、そうですか、はい、結構分かりやすいあれにはなるんですけどね、はいはい、このぐらいのね、ダンボールニットのコート、コートっていうかもうロングジャケットですね。例の、はい、パックおすすめ。これこれファッションさんめっちゃおすすめですよね、うん、すごいね、収まりがいい。以前にご紹介したダンボールニットにノーカラーのコートに取り外しのできるフードがついたコートになります、はい、ファッションライブなんだけど、ちょっともっこいらっしゃい、これ羽織ってみて。はい、これファッションさんすごいおすすめですね、はい、めちゃくちゃおすすめなの、はい、なんか形がいいんです、はい、はい、説明してちょうだい。こちらのコートはこう着た時にちょっとやっぱ裾がすぼまるので、ここのふわっと感と裾のすぼまりがめちゃくちゃ綺麗なコートになります。これはもうお背が高い方も小柄な方もどちらも合うコートになりますね。で、だいたい膝下ぐらいの丈なので中に合わせるものはそんな難しくないと思います。もうとにかく形がいいんですよね。そうなの、すっきり見えますし、はい、そんな、なんでこう割と売り場でパッションさん猛烈におすすめしてますよね。
めっちゃ人気。そう、少し枚数ね積んでますけど、うん、でももうぼちぼちですよ。そうですね。はい。はい。めっちゃおすすめコートです。はい。そうですか。あ、メモしときますね。今は、マーク・ケインの同じ柄のワンピースを着せています。これがね、今日1号店で飾ってたんですけど、はい。とにかく綺麗。うん。なんか今こうちょっとぼかした柄って結構出ても来てますよね。うん、来年はね、特に。特に来てますよね。皆様ぼかした柄注目です。まあ、とにかくこれ色綺麗なんですけどね。それ以上に注目があるでしょう、もっこ。え、なになに？来年どのブランドも申し合わせたように、示し合わせたようにやってるのがあるでしょう。あ、それがですね、ハート。ああ、当たった。ハート。もう展示会ってびっくりです。もう来年の春夏物で、もうインポートから国内までどのブランドもハートやってます。あ、ハートって、あ、正解です。びっくりするぐらいハートやってますね。本当、うん、うち今年やってよかったです。それが言いたいんじゃないでしょ。え、やっぱ島君早いよね。あ、さすがです。ファッションさん早いよね。俺じゃないよ、一緒にやったんじゃん。全然なんか言えてない感じ。マグレ、マグレ、はい、あ、ワンピースかっこいいなって。すごくいいでしょ、うん、で、あえて言いたかったのはさっきの延長上ですけど、十分にこれ女らしいんです、デザインが。はい。だけどっていうか、だから足元をこういう感じでがっちりと決めることによって、女らしさを抑えるんじゃない、うんうん、パッコよく読んだけど、スイカに塩。あ、スイカに塩、そんな感じ。スイカにお砂糖はなんかちょっとイマイチだ。ちょっとトゥーマッチな感じしますね。そうそう、スイカにお塩は甘さがより引き立ちます。はいい意味で女らしさが引き立ちます。でも確かに、はい、マニッシュって逆に女らしさを引き立てますよね、はい、そういうこと、そういうこと、ね、この感じかっこいいんだけど女らしいでしょ、うん、それがちょっとね言いたいわよね。逆に女らしいラインを引き立たせるっていう感じですね。そういうことですね。あ、なんとシマークさんは先取り、すごい先見の目。いつもそうなのよね。前からハートやってますよね、はい、すごい褒めていただけました、うん、いい感じですね。はい、こんな感じですね、うん、ワンピースも少し柔らかい感じかシフォン系のふわふわ、この後もう一着着せますから見てくださいね。はい、こういう感じで足元を今はこういう柔らかい素材感のワンピースにガツンとこう決めていただくと非常にいいかなと。なるほど。この後でもうちょっとね、ジャージ系の生地に近い感じでも合わせてみますので、はい、そちらも見ていただければなるほどなと、うん、やっぱりこういうのってブーツならではですよね、はい、そうです、そうです、ね、見てなんかさ、おしゃれだね。おしゃれ、イメージしてみてくださいね、目を閉じて、うん、こんな感じで歩いてる人いないでしょ。いない。バタ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 ズル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 、この秋冬も街中みんなロングスカートーウエストゴム、あ、今よくていつもね、バッコが言ってるふわんってした感じのカットソーか T シャツ。確かに。この後薄手のニットとかをきっと突っ込んでいきますね。あ、スカートがもうちょっと生地が厚みになりますね。それで長いまんま、うん、みんな一緒。確かに。シマーク、やりませんよ。街でこんなファッションの人いたら目が釘付けです。ね、これだけでうわって思いません？またこれがブーツ履いてるからおしゃれなんですよね。これでパンプス履いてたらちょっと、そうそうそう、変でしょ。ちょっとなんかちょっと昔の、そうそう、ちょっと頑張ってる、ちょっと頑張ってる、なんか
巻き毛でさ、はい、香水の匂いが今更ながらプンとしてきそうな、はい、そういう感じになりますね。そうですね、ややもするちょっといかにも泣きこなしよりはそうブーツでちょっと遊びも入れて、うん、かっこよく着てほしい、うんうん、今日は言うことが割と的を射てる。あ、本当ですか、うん、もう懲らしくないわよ。あ、褒めていただきました、はい、ちょっと見てくださいね。はい、ここはちょっとポイントなんでね。あ、はい、このショートブーツ、ロングブーツのまたこれがレースアップっていうところがいいんですよね。これがあのフラットなブーツだと、まあ、フラットでもいいんですけど、なんていうのかな、レースアップのこの編み上げがすっごいポイントになるんですよ、着こなしの。もううまく言えない。それでないとやぼさいよ。全然また違うんですよね、はい、何が言いたいか、このショートブーツ、レースアップのショートブーツいいでしょうと。いいですよね、ブーツの効果大きいですね、本当に、はい、いや本当ですよ。あの、ね、今ちょっと冗談めかして言ってるけど最強ですよ、このショートブーツ。しまくにしかありませんよ。本当本当、本当に私も多分他のうちの他のスタッフの方々もレースアップって多分去年これで初めて履いたっていうか、まあ、すごい以前に履いたことはあっても継続していたわけじゃないと思うんですよね、うん、久々履いたんだと思うんですけど、全然履いてるよね、レースアップ、そう、レースアップの効果絶大さをもう実感してます。めちゃくちゃおすすめです。しつこいぐらい、今日はでもブーツの日ですから、はい、しつこいぐらいおすすめしてもまあ許されると思うんですけど、いや羊革ブーツいいですよ本当に。まだちょっとホームページに載っけてないんですけど、今は、マークケインのシフォンのワンピース着せてま す、ね、例えばデザイン傾向だけで言うと、こういうシフォン系のプリントのワンピースってそもそもこういうふうにリブとかフライスをつけてね、うん、若干スポーティーな感じをミックス、甘辛ミックスっていう感じのものってなかったんですけど、うん、この甘辛の感じが今や普通のおしゃれっぽさじゃない、うん、要するにこれが普通の断ち切りの袖とか袖口もフリルになっているとやっぱり少し昭和な感じしませんでしょうか。あ、ちょっと柄が柄だけに、そう、こういう付け方って基本センスが悪い付け方や、うんうんうん、従来の感覚で言うとね、まさかレオパードにこのラインなんてっていう、そう、あとこのシフォンの素材にこういうニットを張り込むとかつけるってないじゃない、うん、基本スポーティーよ。確かに基本エレガントよ。確かに基本エレガントよ。確かにエレガントにスポーティーな感じをミックスするっていうものづくりそのものがまあ従来なかったことで、この 2,3 年こういう感じのデザイン増えてきたんだけれど、うん、そういう感じる流れ、うん、新鮮とか素敵っていうのはそういうところに生まれてくると思う、うん、生まれてくるところに足元をもう一回こうスポーティーな感じで合わせると、うんうん、これ全体が引き締まる、うん、引き締まった上でまあそしてどんどん履きます、どんどん履いてください、はい、ぜひね、しまくらしく、レースアップロングは昨年靴屋さんで褒められましたよって。嬉しい。革もね、羊の革ですごくいいのとデザインがいいんですよね、うん、あとお値段がしまく、値段が良くて安くてびっくりって言われることないよね。いいけどやっぱりいいお値段ねって言われるけど、この靴は皆さんびっくりだよね。そうですね、なんと言ってください、ショートが25,000円と消費税、はい、ロングが28,000円と消費税になります、はいはい、お手頃よね。あ、レースアップがアクセントになって着こなしにインパクトが生まれました。今年も履きます、ね、今年さらに大活躍と思います。あ、新鮮マークピン、ね、あえて先ほど来言ってるのはこういうシフォン系のとかね、あの柔らかい、うん、いやできるだけ柔らかいふわふわの生地の
ロングスカートでもいいし、少し、うん、あの膝丈フレアでもいいし、そういうものにショートブーツ、うん、合わせていただくと、とっても見てください、うん、かっこよくないですか。めっちゃかっこいい。ブーツだからこそまたかっこいい、はい、女っぽくてかっこいい、まあ、ここらん切り替えも、うん、あの至るところにね、しっかりとデザインは入ってるんだけど、うん、ただ全体シンプルなんだけれども、こうやって着ることによって柄のインパクト以上に着こなし、うん、パッコが言うところのバランス、うん、バランスって大事ですね。足元大事ですよね、はい、でこういう感じで、この場合好き嫌いはあろうかと思うんですが、さっきみたいにふわんと着てても足元、うん、ショートブーツで着てるだけで、なんかその、うんうん、妙に可愛さを売り物にしてる感っていうのが消えるじゃない、うん、そうですね、はい、確かに。それと無理してる感がないじゃない、うん、子供っぽくならない、ふわふわしてても。これが都会的ってことだと思います、はい、それでこのまんま、少しベルトの使い方ですけれども、はい、全体に生地をそのまんま流して上から腰に引っ掛ける感じ、うんうん、この感じはすごいちょっとセクシーになりますね。あ、この辺をちょっと強調するので、特に薄い生地だからこそそのラインが目立つんですね。そうです、そうです。でこれでちょっとブラウジングかけてあげるとまた全然見え方は違いますね。あ、帽子は商品ですか。あ、今販売用の帽子ないんですよね。そう、ディスプレイ用にしちゃってます。そうなんですよ。去年はね、置けたんですよ ね販売用が。ちょっと販売用ゲット、ちょっとどうかな、今のところちょっとないのです。そうですね、これは好きな長さでいいんですね。あの秋冬はここがどうしてもこうタイツとかで防寒ひっくるめて黒くなるんで、うんうん、ありがたいことに長さがあまり気にならなくなる。そうですね、はい、だって宮部さんもタイツとブーツ履くから見に行くわよって言ってくださってました、ね、はいはい、ね、50センチのタイトのミニでも行きたいんですよね。そう、全然行ける、はい、この感じで着ていただくとまたチャーミングだし、もっとブラウジングしてもいいと思います、うんうん、バッコ的にはむしろこのぐらい、うん、タイツを履いてこのぐらい短くして着てもらいたいなっていうのもあります。でもそれの前提は足元ショートブーツ、うん、短くするほどに両方買っていただいて用意していただいている人には使える。確かにどっちの長さもいける。グーです。はい、こんな感じでいけるんですね、うん、このシフォンいいですよね、はい、すごくいいと思います。垂らしてきてもいいし、はい、上げてきてもいいしで、はい、そうなんですね。でこちらがちょっと終わります。はい、差し替えます。次はロングブーツです。はい、なんと意外な着せ方をしております。はい、うん、あれ、これペニー、これマレーラでしょ。これマレーラ、すいません、うん、はい、マレーラのグリーンのチェックの、セットアップが出揃いましたのでご紹介したいと思います、はい、これまでワンピースとスカートしか入ってなかったんですけど、そうですね、この度ジャケットとトップスが入りました。ちょっとこう一見トラッドな感じなんですけど、すごい綺麗なんですよ ね。もう完璧にこれクラシックですよね、はい、このクラシックをいっぱい楽しんでほしいと。あ、間違えた、チェックじゃない、んチェックじゃない、千鳥そうチェックじゃないです。チェックやんないから、そうチェックじゃない斜め、千鳥です、はい、千鳥、色違いの千鳥、はい、この襟の抜け方がいいでしょ、構築的。50年代、60年代の感じですね。そうなんですよね。はい、ちょっとこう、ジャクリーン・ケネディみたいな感じですね。そうそう、あんな感じね。あんな感じですよね。
もう恐ろくにこういうちょっと厚手の生地しっかりしたものにロングブーツあって当たり前、うんうん、ショートブーツあって当たり前だけど、うんうん、何が言いたいかやっぱりレースアップ、あやっぱレあなるほどレースアップっていうところ、そうそうそう、はあ、こういう小さくなってる、はあ、レースアップ、なるほど、これが普通のブーツだとこれも古い、でこれにヒールが高くなるとこれも昔のヒッピースタイルの70年代の古さになりますね。なるほど、確かに、ちょっとしたことで年代がずれて新しい感覚になるし古い感覚になる、あなるほど、これで7センチヒールとかだと1970年代から80年代のヒッピー文化の延長上のファッションになっちゃいますね。あケネディになっちゃう、なるほど、ジャクリーンになっちゃう、なるほど、彼女が古いってわけじゃなくてね、うんうん、でこれがレースアップでな普通のブーツだとこれもちょっとつまんない、長靴かよみたいな、洋服自体がねベーシックなだけに、はい、そうなの、そうなの、この服のクラシックなんだけどちょっとモードなね感じ、はい、素材のもひっくるめてね、はい、こういう素材って従来はなかなかなかったもんで、うんうんうん、あのツイードとは違いますからね、 そこのところなのね、うん、あだからこのツイードじゃないからちょっとこのちょっとスポーティーな素材なんですよね、まさにジャージっていうか、だからそれにオーソドックスな、はいはい、あの千鳥でやってるから、はい、そういうこと、余計にベーシックで合わせるよりもレースアップとかちょっと、うんうん、だからねベーシックで合わせると古い、はあ今はね、うん、ヒールで合わせると古い感じがね、古い服になっちゃう、あお母さんとかおばあちゃまが着てた時代の服になっちゃう、コーディネートがそのまんまになっちゃうってことですね、そういうこと、そういうこと、はあなるほど、そこに鮮度は何も生まれなくてなんかなんていうの、形見を着てるみたいなね、お下がりをちょっと昔のを引っ張り出して着てるみたいになっちゃうっていう、頑張って着てるみたいな、なるほど、その違いって大きいですね、どこで今にするか、今をどうやって掴むか、今を感じるっていう部分がそういうところなので、足元で先週も言ってたように足元の合わせでファッション全体って今になるし明日になるし古臭くなる、まあ、スニーカー合わせもそうですもんね、これで白いスニーカーなんかもいいんだけど王道をこの辺は行きたい、うんうんうん、王道行ってこれでパンプスとかちょっとねヒールのあるブーツとかだと古い、なるほど、40年前になっちゃう、あーちょっと昔のそれこそ引っ張り出してきたみたいな、そう、うん、そういうところがだからファッションは楽しいのね、確かに足元を変えることで今はこのレースアップのぺったんこであることによってファッションが生き返るっていうんじゃなくて生き返るんじゃない、新しい、うん、振り返られる、確かに手持ちの服にもこのブーツ合わせるだけで全然鮮度が違うってなりますよね、うん、そうなの、その違いって大きい、しかも当然これバラバラでできているしバラバラで着ていただいてとてもいいし、いっぱい今日も用意してるのにほとんど着せてないと、あシックでかっこいい、レースアップかそうじゃないかで全然変わりそう、うん、ほら見てほらショートブーツで、そうそうパンツがあるんですよね、パンツもいいでしょ、これはぜひショートブーツがいいですね、はい、ショートブーツがいいです、かっこいい、わかる、ワンピースもあるの、あワンピースにレースアップのブーツ、はーい、そうなの、どっちでもいいでしょ、うん、これでぺったんこのねローファーとかパンプス合わせたらふるってなっちゃう、確かに、はい、今例えば展示会とか行って、はい、その何にもないフラットのロングブーツをちょっと仕入れるかって言ったらちょっと分かんないですね、それはそうです、いいと思わない、ね、やっぱりまあ見ていただいてピンとくるピンとこないっていう差ですね、そうかピンとこないわって、そのねディスプレイそのものがピンとこないし古臭いと思う方がいたらそうなんだけど、そう思うあなたはずれてます、あ、はい、言っちゃった、はい、言っちゃった、だから思う人がいるわけがない、うちの人は、ね、はい、うちの人は、はい、ライブを見ていただいてる少なくとも、ね、何十人かの方たちはこれが変とか思う人は絶対いない、あ言い切る、パッションパッション語録、はい、自信がありありだもん、ありあり天才なんだからね、あ確かに、柄が懐かしい感じですよね、本当なんか
驚くぐらい懐かしい感じなんですけどね。構図的でこれも暗光にしてきちゃったね。なんかね、伸縮性があって、はい、なんかスポーティーな素材なんですよ、はい、最近肩パッドとかもね、いろいろ入ったりしてるんですけど、これは入って、はい、暗光にして、うん、なんか伸縮がすごいあります、はい、コンストラクト、あ、プレッシャーかけてるって買えみたいな感じ。そう、でもいいでしょ、うん、このまんまいいしね、この襟の角度がいいでしょ。そうですね、最近ね、わけもわかんないくって抜け感抜け感って言うけど、こういうの抜け感って言うのよ。何でも抜け感、こうやって着てれば抜け感とかね、それずるってしてるだけの話で、うん、抜くっていうのはこういうことですよね。うん、もう抜いてある、うん、しかもいつも言うように 安い服って、安っぽい服はこういうふうに綺麗に襟が立ち上がんない、へなってなっちゃうんですね、はいはい、うん、なるほど、これは重要なポイントですね。なるほど、なるほど。いや、やっぱレースアップのブーツは本当にデザインポイントになるので、ね、このまま着てていいじゃない。でこれは普通にジャケットとこのスカートで着ていただいて、なんか何だろう、このブーツの良さ、とってもいいですよ。プリーツのロングスカートとさ、あ、じゃあそれいいから、もう先に、あ、先にやってほしい、うん、プリーツのロングスカート出してほしいです、うん、ちょっと待って、でもね、この感じもいいのよ。パッションさん、首と顔が赤いですね。なんか熱、ちょっとこんな、あ、アンメルツ。パッションさん、ね、肩こりがひどくってアンメルツ塗ってます。肩こりっていうかね、目がほら良くないのに、メガネかけてないからあれが合わないのね。単純にこのスカートってこんな感じも可愛いですよね。可愛いですね。いやー可愛いですね。このスカート、ちなみにこのスカートもマネキンが着てるとミニに見えますけど、普通に膝丈なので、そんなびっくりするほど短くないです。ですよ。ね、これ可愛くないですか。可愛い。これもそうですね、やっぱり足元がこういうオーソドックスな感じ、これオーソドックスっていうかどうかわかんないけど、普通にオーソドックスな着こなしをしても、あ、すごくいいってね、オーソドックスに着るだけでも足元がレースアップのぺったんこっていうことで全体の見え方が違ってくると思います。いい感じでしょ。普通なんだけど、うんうん、その普通が足元がこうレースアップのぺったんこ、なんかこう足つま先まで決まってるって感じしますね。そうそうそう、これがないと別にもう本当につまんない、うん、ただこの場合は足元スニーカーでも可愛いね、うん、いい感じになりますね、まあね、うん、これに関してはね、白いスニーカーもおすすめです。うん、まあでもブーツいいな、ブーツがいい、うん、あ、これに着せれば、あ、もうこれがいいよ、はい、そして、ああそうか、ショートブーツの方がいい、これショートブーツと思ってください、ショートブーツと思ってください、はい、意識を差し替えてください。このパーカー素材なんですが、こちらのパーカーは、コットンカシミヤ素材で、あの綿がほとんどで、ちょっとだけカシミヤが入ることによって、ちょっとこうなんていうのかな、あったかみというか、ね、秋冬らしさをプラスしているっていうニットで、この時期とか春先すごく人気の素材になります。
これさっき の, あのハートでも このスカートちょっと今すごいおすすめ、枚数もなくなってきましたけど、今日のブログの、はい、リブのロングスカートになります、はい、そうだけ90センチ普通の人160ぐらいの方が履いていただいてもくるぶし丈、うんうん、153、4センチの、もう一個が履いて一折りすればくるぶしぐらいね、そうですね、165ある人でちょっとくるぶし上、そうですね、なのでもう巻き下丈、うん、履きたいとか好きとかいう人にはこの丈、うん、ぜひぜひおすすめですね、結構大胆な長さですよね、はい、で今のパーカーのお色違い、もう少しアップが見たいです、あ、大丈夫ですかね、はい、このぐらいのカジュアルを着せてバランスは取れますね、この長さだからですね、はい、あ、プリーツの色何色がありますか、今パープルとネイビーと黒が1点ありますね、うん、あとグレーがなくなったね、グレーなくなっちゃいましたね、はいはい、まあ、ちょっと合わせ、あの画面越しに綺麗に見えるようにこういう風に合わせますけど、上は何でも合う、うん、このスカート何でも合いますね、はいはい、先週のライブでこれに、シャツとか、はい、あのデニムのブラウスとか、はい、ジャケットみたいのを着せて上からルーズベルトとかオーバーブラウスで着せたりしてたんですけど、うんうん、ああいう着せ方が、うん、あの好きっていう感じはああいう着方をしていただきたいなと思うのと、普通に着たいわ普通に履きたいわっていうともう何の気負いもなく履いてほしい、うん、ですね、はい、もう気にせず履いてほしいですよね、はい、でもこのまんま足元構わないとちょっと残念な感じ、うん、そこへ本日の最後の締めです、あ、じゃあ黒買おっかなって、嬉しい、黒もラストよ、黒ラストですね、はい、はい、うん、いいでしょ、うん、これいいですよ、画面で見ても綺麗ですもんね、このスカートにショートブーツ、ショートブーツ、これがちょっと最後のあれかな、うん、締めのおかゆじゃなくてなんだっけ、あ、ラーメンそう、締めのラーメンみたいな感じいい感じの大人の女性のカジュアル感、本当、ね、まさにおっしゃる通り、いいですよね、はい、で、この辺はショートで合わせてもいいし、先ほどお見えになってたお客様と話してたんだけれど、これ綺麗にマーメイド風の感じ、こうヒップを包んで一回ここで細くこう入りますから、上着の丈が最初の、あとね、あ、最初のコードこれ、はい、はいはい、先ほどもお客様にねこの感じで着てもらってもバランス良かったんですね、ちょっとこうロングじゃないコードですよね、基本的に長い長いは進めてないシマークあるいはファッションですけど結論ショートブーツ買わないと話にならないってことですねその通りブーツのゴリ押しライブですいやだってそのぐらいおすすめ、おすすめです、あ、2分切ってます、はい、去年もそうだったんだけど去年以上に今年はね、そういける、いける、使える、うん、感覚的にいける、うん、もう普通に必要ですね、はいはい、去年はなんかあえて必要と思ってたんですけど今年普通に必要です、ね、もうトップモードだと去年は自負して自信満々にやってたんだけど今年はそうですね、ですね、もう普段日常のモード、そうそうそう、やっぱりジャパネット、そう意外にね長い長いの組み合わせは好きではないんだけどこれは収まりますですね、はい、このスカートはね、そう、この丈にこの丈絶対やめてねっていつも言ってるんだけれど、ここがねこう入るので、うんうんうん、割と普通のパンツラインに近いので、うんうん、もたもた感がないです、確かに、はい、こんな感じですかね、はい、じゃあもっこちゃん、あ、はい、ではアンメルツパクションと
アンメルツタッコとアンメルツモッコです、はい、私までアンメルツだった、うん、臭、はい、今日もね、今日もありがとうございました。あのブーツ大おすすめです。そういうことなんです。結局ですねこのレースアップのショートブーツとロングブーツ、こちらを揃えていただくと最強無敵の秋冬が素敵なあなたに届きますね。そういうことです。プレゼント for you, you. 身内の笑いだけ。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ファッション、ありがとうございます。